タクティカルアドバンテージの違いっていうだけなんで。待たせたな。ということで、ヒラリですけれども、This is not ヒデオ小島スゲームということで、今日はスネークというステップのご紹介をしていきます。ヘビですね、ニョロニョロンですね、ニョロニョロンなんですけれども、腕じゃなくて足でやるスネークというステップ、おそらく冒頭で流れたと思います。流れてなかった時のために今やるとこういうやつです。わら、なんて平和な動きなんでしょうと思いきや、あれはやばい、思い道が怪しくなってきたみたいな、どこ行くねん、何しとんねんっていう感じです。これがスネーク。今右足でやったんですけど、これ左足でも、ある程度できたらいいから、ある程度でいいです。はい、まあ、名前負けしないですね。ヘビみたいに地面をニョロニョロ動く動きなんですけれども、これは僕はハウスで知りましたけど、まあ、シーウォークでも全く同じ動きがあるということで、あ、そうと、足技流行っとるし、ええんちゃうということでやっていきましょう。まずですね、この動画見る前にヒールトゥーステップっていう、動きの、これですね、こういう動きの、講座動画を出してるんですが、それができる人は簡単にできるんじゃないかな。はい、でそれができない人も簡単にできるんじゃないかなと思います。そんな難しくないです。ただ僕はさっきはスピードを出したせいでね、なんかうわ引くわってなったかもしれないけど、一歩一歩やっていきましょう。まず右足からスタート。で今回もかかと中心の生活が始まります。右足を斜め前に一歩出します。あるよん、手はどうでもいいわ、一歩出す。左足をよいしょ、この右足のちょっと後ろ背後ぐらいに忍ばせておいてください。かかとを軸に体を回して、うんと。そしたらこの右足が、うわやべ、なんかついてきたわということで逃げます。よちろ左足をいやいや待ってよと、ついていきます。ついていくときにまた体をひねってください。こっち側にひね、そしたら右足はまた逃げますね。うわ、また来たっつって。ついていきます。逃げます。ついていきます。繰り返します。この、右足が逃げるから、左足が追っていくという、トムとジェリー的な、感じですね。はい。で、ポイントは、ただ、こう、体をひねらずにやると、こうなってしまう。なんかやばい人でしょ。なのでしっかりかかとを軸に体をひねって、なおかつこの足同士の追いかけっこを演出してあげてください。ちゃんと体をひねる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 っていう、はい、で最初はなるべく足を出すのがもうずっと横で完結するようにしてください。じゃないとこの前とか後ろとか言ったらもうわっきゃかなくなるんで、まずは最初横でこの二次元の世界で完結してください。はい、そして、仕上げです。もう仕上げかよって感じなんですけれども、今やってるこのひねりの動作、この動きに次はジャンプを加える。こうちょっとですね、まあこう飛ぶんじゃなくて足を前にこう飛ぶ感じ、前にスライドジャンプする感じで、このイメージで足を出す、次こっちに出す、反対出す、こっちに出す。で、今の動きにさっきまでやってた基礎のひねりの動作を加えると、こういう感じになります。ひねりだけだと、これ。これにジャンプを加える。さっき冒頭で言いましたヒールトゥー、これができれば
ちょっと結構簡単だよって言ったのは、かかとでこうバウンスする技術があらかじめ備わってるか備わってないかっていう、ただそういうアドバンテージの違い、タクティカルアドバンテージの違いっていうだけなんで、全然そういうのなかったって人はもうこのスネークでかかとでこう飛んで体をキャッチするっていう、スキルを身につけてください。そして膝がぶっ壊れるので、ちゃんと靴クッション性が高いやつとかで、地面もフローリングだったりコンクリートとかでやらないみたいな、その怪我に気をつけてやってください。で、今右足でやったんですが、左足も同じです。トン、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 トンで、ちょっと跳ねながら、っていう感じです。で、さらに応用ですが、今度は、前後にまずは前にこう進んだり後ろに下がったりっていう、遊びもできるのでやってみてください。はい、ということで今回はスネーク講座になりました。ご視聴ありがとうございました。